はいどうも、チュープロです。プロレス界の重箱の隅をつくような内容を毎日ほぼ一人語りでお送りしております、こちらのチャンネル。今日の話題はこちらになります。はい、ヒールターンしたレインズってどうなのっていうことでですね、あとまたなんか似たようなことを最近やった気がしますが、まとめはともあれですね、コロナウイルスからの、休業というかね、欠場をね、ずっと続けていたロマン・レインズがですね、復帰後に、まあ、ヒールターンをしまして、今や、ユニバーサル王座ですね、WWE、スマックダウンの、王座に君臨している状態だと。で、このレインズが今まで絶対的ベビーフェイス、まあ、シールド時代は除いて、シールドの初期ですね、は除いて、その後に絶対的ベビーフェイスとして、WWE の頂点に、ただ立っていたというか、立たされていたとか、そういった、過去を考えていたときに、まあ、ここでの彼のヒールターンっていうのは実際どうなんだろう。要するにその、シールドという、ユニットとしてのヒール、しかもその若手時代でまだ色がついてない状態でのヒールと比べて、今、WWE の、まあ、アイコンというかトップに立った状態でのヒールターンっていうのはどうなんだろうということをちょっと考えていきたいと思います。まず大前提としてなんですが、レインズはですね、まあ、あまりプロレスが上手では、まだ上手ではないということですよね。同期のシールド、セス・ロリンズ、それからまあ今やジョン・モクシーとなったディーン・アンブローズと比べますと、やはりそのフットボーラーからプロレス入りしたキャリア、まあ血筋はね、もうレスリングファミリーなので間違いないんですけども、そのキャリアから考えてもちょっとやっぱプロレスの内容としては一本上司、やや技は単調で力任せに頼るところがあると。で、まあ、復帰後、白血病から復帰した後、結構吹っ切れていい感じになってきたかなというふうに思ってるんですけど、まだまだやっぱりその、レスリングの、その、なんていうのかな、まあ、駆け引きですね、インサイドワークで見せるタイプではあまりないですし、やっぱヒールとなるとそっちの方が求められてきますけど、まだまだやっぱり未熟な部分というのは、たくさんあるというふうに思います。まして、仲間だったね、セス・ロリンズが、今や、月曜日の救済者、マンデーナイトメサイアとして、まあ非常にそのヒール的な、いわゆるその狡猾で卑劣なヒールというのをですね、前面にも押し出して、またおしゃべりも非常に上手にやってるのを見ると、どうしてもやっぱそのおしゃべり、マイクの部分であっても、レスリングの部分であっても、レインズはちょっとヒールとしては1枚も2枚もまだ落ちてしまうかなというふうには思うんですよね。なので、現状として、まあ今は狡猾なヒールよりも冷酷なヒールがベターではないかと。つまり、その、まあ、姑息なインサイドワークであったりとか、おしゃべりの部分であったりとか、そういったところで相手をねじ伏せていくよりも、もうとにかく力任せでもいいので、残忍な攻撃として相手をねじ伏せて叩きのめしていく。そう考えると、今、ウーソズですね、いとこである、いとことの血縁対決の中で、まあ、本当にいとこに対してとは思えないぐらいの非常な攻撃をバンバンかましていったりとか、銀敵をかましていったりとか、あるいはその、欠場している、兄弟をですね、盾にして攻撃させたりだとか、そういうスタンスに関しては、まあ、レインズが現状でできる、ヒールのスタイルとしてはとてもベターなんじゃないかと思います。そのヒールのスタンスとしてはベストではない。これからもっともっとやっぱりそのいろんなものを磨いていかなければいけないんですけども、今彼が持っているスキルを考えていくと、あの形、あまり言葉は雄弁じゃなくてもいいので、相手をどんどん叩きのめしていく、無を言わせず自分の支配下に置くのよというような、スタイルのヒールというのはすごくありではないかなというふうに思います。そして何よりもですね、ポーリーがマネージャーになったのは大正解だというふうに思います。ポーリー、つまりポール・ヘイメンですね、ポーリー・デンジャラスに。まあ、WWE においては、ブロックレスナーのね、マネージャーというか、まあ、ブロックレスナーをクライアントとした代理人ですね、という立場なんですけども、今度それが、ロマン・レインズの、代理人ということになっているんですが、まあ、彼についてもらうというのは非常にいいと思います。なぜかといったら彼は非常にやっぱり、言葉が立つし、頭が回るし、またその卑劣な役割、狡猾な役割、そういった立ち回りをすることができると。つまり彼を手足のように使って、レインズはドンと見越しの上に乗っていればいいと。このスタンスというのは、くしくもですね、岡田和親選手が凱旋帰国した時に、最初に下道選手が担っていた役割と同じようなポジションになりますよね。岡田選手はドンと構えて、細かいことに関しては下道選手がやると。で、それによって、また岡田選手も自分のマイクのスキルであったりとか、レスリングの、うまさであったりとか、そういったものをどんどん学んでいくと。もちろん、ポール・イーはですね、レスラーではないので、そのレスリングの部分で、貢献できるわけではないですが、やっぱりそのプロレスリングのその、まあ、スキットだったりとか、
マイクであったりとか、その駆け引きというものがどうな、何たるものなのかということを、あのポーリーの近くに行って、存分に学べるんじゃないかなというふうに思っています。というわけで、現状でのレインズ、ヒールとしてのレインズはまだまだ発展途上だというのが結論なんですが、しかし、彼をヒールとして育てる土壌はすごく揃っているので、まあ、そこをですね、最大限に活用して、おそらくは最終的にはベビーターンさせてね、絶対的ベビーフェイスにしていきたいんだと思うんですよね。ただ、やっぱり最初の時点でそれが完全に裏目に出て大ブーイングを受けるような状態になってますから、やっぱりちゃんとヒールも経験させて、いろんなことができるようになった上でのレインズを応援させてあげたいっていうスタンスはすごくよくわかるので、それからとりあえずはまずヒールドをですね、しっかりと、磨いていってもらいたいかなというふうに思っております。というわけで今日はですね、ヒールターンしたレインズはどうなのっていうお話をさせていただきました。今日の動画が面白かったという方はチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いいたします。それでは今日はこれで終わります。シュープロでした。